岡崎城天守です。前方に見えるのが矢作川、こちらが三河湾になります。一周回ります。まあ比較的こじんまりとした城です。徳川家康の生誕の城ということがなければこんなに残ってなかったかもしれません。江戸時代はだいたい5万石程度の譜代の武将が城主を務めていましたが、この前には城が建つということで修繕するようになったのです。こちらに城、東海道がすぐそばを通るということで城下町的には繁盛していたみたいですが、以上、一周回ってきました。